お前。それがお前の全力か。さあ、見せてあげる、原始の脅威を。ゼロ、インフィニートプリミティブエスパーだ。この剣すべてが全断りをゼロに返す原始の刃。破壊力は現時点でゼロの10倍。数は私のオーラがある限り無限。故に無限の原始剣。放て。舐めるなよ、ガキ。全部止めてやる。すごいわね、すべて粉砕している。無限、実際は1オーラに1本だから、せいぜい私がむやみに放てるのは200億本くらい。まあ、そこまで減る前に私がとどめ刺しに行くに決まってるけどね。ゼロ、ボイドエスパーだ。すごくタフだね。オーラによる守備は完全に貫通、する一撃なんだけど。あの土壇場の中で、即座に防御、すごい判断力だ。いや、舐めてた。まさかオーラ量無視の貫通技か、初めて見たぜ。ならオーラ量関係なしで一撃を粉砕してやる。断崖の突風。せいでもこの破壊力、そっちも十分常識外れよ。距離を空けた。というより、反動で攻撃できないから間隔を空けたってことか。なるほど、それがあなたの引きね。でもこれは、想像以上に重たい。守備の時にオーラを集約してガードも徹底していたにもかかわらず、他の部位が損傷した。しかもさっきの攻撃の反動で手元がすごくしびれてる。即座に反撃できるものでもなさそうね。次の一撃。次はあらかじめ受けて、その間隔を空ける隙を狙って、致命傷を与える。来るか。俺のオーラ無視で相手はガンガンオーラを含めてぶつけてきやがる。これには俺も結構応えるな。やっぱりすごい、私の何十億っていうオーラ量を生身で防ぐなんて。もし、相手が私じゃなかったらみんな絶対に勝てなかった。断崖の鉄槌。ここで、しまったここだと体が踏ん張れない。空中戦はダメだ。衝撃に対して維持できない。まさか私の原始支配の剣を粉砕するほどの単純な破壊力を持ってるなんて。次は下からあの勢いに対して耐えれる体勢で挑む。なんなんだこいつ。本来一撃必殺の貫通攻撃を何度も何度も耐えて何度も攻めてきやがる。ゼロ、ボイドエスパーだ。また破壊力を数値にすれば280億くらいか。悪いな、俺はオーラなしでも500億くらいなら耐えるぞ。まだだ、ここからあの、断崖の鉄槌、が来る？そこを耐えてからが勝負どころ。断崖の鉄槌。来た。残攻撃。は？おい、かな？石化のオーラが。うん、一気に弱っていってる。どうするつもり、主？わかってるだろう、戻るんだ。ダメだよ、それをしたら石化だけ残した意味がなくなる。でもこのままだと石化は。落ち着いて、下にはまだメリアもいる。ここは先に進まないと吐くどころか全員が敗北して終わってしまう。主、ここは冷静に判断して。うるさい、ここで石化を守れなかったら俺は一生自分を許せない。どけ、かな。絶対にダメ、石化を思うなら私たちは進まないといけない。信じよう。ね。怒鳴って悪かった。大丈夫、主の考え、気持ちはちゃんと私に届いてる。私は主の感情、気持ち、思考、すべてを私に繋げることができる。だから、ね、無理に偽る必要はないんだよ。ありがとう、本音を理解してくれるカナがそばにいてくれて俺は本当に助かってる。うん、私は主の一番の理解者だよ、安心して。よし、今は石化やメリアを信じて先に進もう。相手もまだ何人か気配があるんだ、絶対に気を緩めるな。くそ、まさか反撃を食らわされるとは。俺が一撃目を放った時に即座に受け身を取り、一撃目をうまく受け流して体勢に余裕が出てたあいつは二撃目の合間に俺に反撃。だが三撃目は攻めたせいでガードが遅れて完全にガード引きで上に吹き飛ばされた。お互いもろに一撃ずつ、末恐ろしいガキだ。よし、無理やり一撃を加えた。それの代償は安くなかったけどね。でも一撃目、完全に把握できれば受け流すくらいなら問題ないことが分かった。反動は確かに残ったけど、でもそれもまともにガードする半分以下の反動で済んだ。うまくいけば5撃までなら止める。
もう無理やり出せる戦闘力オーラは2億7000万。おそらく次の攻撃が決め手になるだろう。押し切られるか、もしくは耐えた後に攻撃を仕掛けても相手がまだ満足に立っていたらアウト。私の勝利条件は相手の攻撃に耐え、なおかつ相手に致命傷を与える。分が悪い勝負ね。でも私がここで食い止めないとみんなが助からないんだ。勝負ありです。お疲れ様、ハク。ありがとうございます、石化様。さっきの技すごく良かったわよ。でももう少し体をうまく使えるようになればいいわね。メリアちゃん、私少し休憩に入るね。はい、しっかり休んでください。どうしよう、全然叶わない。石化ちゃんの成長はこの中でもずば抜けて早い。今の石化ちゃんはご主人にも、カナミも、さっきみたいにハクにも負けてない。私の体術なら負けないけど、能力含めた全てを考えると今の石化ちゃんに勝つのは難しい。そういえばここ最近負けてないな。パパはまだ力を取り戻してないから仕方ないけど。かな、ハク相手だと最近では汗すらも書かなくなった。そういえば、メリアちゃんに言われたな。今このメンバーの中で一番強いのは間違いなく石化ちゃんです。石化ちゃんはありえないと思いますが、絶対にうぬぼれてはいけません。一番強いということは、あなたが負けたら、全員その相手には勝てないということなんです。今あなたはこのメンバーの絶対に倒れてはいけない柱です。その自覚を持って過ごしてください。私はエース、絶対に倒れてはいけない柱なの。だから絶対に勝つ。ゼロ、インフィニットプリミティブエスパーだ。私の出せる限りの力でお前を倒す。放て。ゼロ。勝負かけてきやがったな。ここは軽い一撃でいい。どうせ今のままでは防がれておしまいだ。勝負を決めるのは断崖の鉄槌を耐えた後。さっき3連発まで見てたんだ。当然受け流して俺の反動を狙ってくるだろう。証拠に僕が今までの攻撃より弱い、受け流しに忠誠を置いている証拠だ。いいだろう、お前の思惑乗ってやる。断崖の鉄槌。3撃か、5撃か。10攻撃、10連撃。上等だ、私が最強なの。その私が負けたらメンツが丸つぶれでしょうか。1攻撃、2攻撃。残念だったな、3攻撃。まだだ、まだ、耐え切ってやる。なんだ、なんなんだ、こいつ、お前は何者なんだ。名乗ってなかったわね。私は引き石化、使用中の神よ。引き石化、まさか、お前。10連も負けるか。ここで攻め落とす。カン、一発、だったみたいね。よかった。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。